AG 装置 L 装置マイクロ波着陸装置とは、電波によって航空機の着陸を支援する空港の地上施設であり、その信号を受信する航空機搭載の広報装置の一つである。航空機を電波により精密に誘導して着陸させる軽機着陸装置は、滑走路の延長上の直線侵入しかできないため、その侵入路に沿って航空機が着陸しようとすると、 航空機による騒音に悩まされる地域が出てくることになり、空港の運用時間が限られたり、離着陸機数が制限されるなどの問題があった。そこで、航空機の騒音に悩まされる地域を避けるように、曲線で描きながら、電波により精密に空港に誘導して着陸させる、着陸装置の開発をすべく研究が行われ、ICAO が1970年にマイクロ波。 着陸装置の方式が確定して、1995年以降はマイクロ波着陸装置が着陸システムの国際標準として利用されることになり、1990年から1995年は移行期間として ILS と MLS の両方を併用。1995年以降は ILS を順次撤去して、2000年以降は MLS を完全に使用する計画であった。 指向性の強い電波を放射することで滑走路の方向と高度を航空機に示す最終侵入着陸装置であり、同種の軽機着陸装置に比べて精度が高いが普及していない。日本の電波法思考規則では MLS とはマイクロ波着陸方式を言うと定義されている。ただし、日本の航空法や同法関連法規には MLS に関する規定が一切ない。 MLS には 5GHz 帯は、航空機から見て着陸すべき、滑走路の最横端中央に位置する。電波は滑走路の中央軸を中心に左右方向40度の、合計80度の角度で 5GHz 帯の電波ビームが、放射される。縦方向に薄く鋭い、このビームの放射は、装置側から見て、右40度から始まり左マイナス40度まで、一定速度で操作され、これが、 2スキャンである。わずかな時間後に今度は左マイナス40度から右40度まで操作され、これがフロースキャンである。操作の角度とタイミングを厳密に調整しどの装置でも同じように高精度での電波ビームが放射されることで、航空機側では往復2回受信するパルス状の電波信号の時間間隔を計測することで滑走路に対する角度を知ることができる。 AG 装置では滑走路に生体して侵入する航空機に水平方向の角度情報だけが与えられる。これと同様に L と BUZ も滑走路に隣接して備えられる。L 装置は滑走路脇に BUZ 装置は滑走路の手前に後ろ向けに設置されている。AG 装置と BUZ 装置では縦ビームが水平方向に振られるのに対して L 装置では横ビームが 上下方向に振られることで角度情報を与える。AG 装置の角度は左右40度ずつの計80度と20ナメートルまでを、バズ装置の角度は左右20度ずつの計40度で10メートルまでの有効範囲を想定している。AG 装置とバズ装置のいずれも地上から15度の上向き角度までを複域にする。同じ周波数によって これら3種のビームがほぼ順番に放射され、70ミリ秒ごとに1つの周期が繰り返される。着陸侵入時には水平方向の情報よりも高度情報が安全確保にとってはより重要であるため、L 装置からのビームは1周期内でも頻度が高く繰り返される。距離情報はビーム波では得られず、従来から ある空港施設である DME の情報を使用するか、MLS 用に新たに作られたより高精度な DME-P の施設からの情報を使用する。ありがとうございます。